スノーマン佐久間大介、声優二人とサウナへプライベートショット公開に反響続々、豪華、幸せそう。モデルプレス、2024年5月27日。スノーマンの佐久間大介が27日、自身の公式 X、旧 Twitter を更新。声優二人とのプライベートショットを公開し、反響が寄せられている。佐久間大介、小野賢章&花江夏樹と、二郎からのサウナ、この日、佐久間は、今日は仕事終わりに、賢章くんと花江くんと、二郎からのサウナで、最高にチルでしたと小野賢章、花江夏樹と共に過ごしていたことを報告。帽子やマスクを着用した3人のプライベートショットを公開した、また行こうねと綴った佐久間に対して小野は贅沢の極みだったねと返信。花江も、今日も一日頑張れる。と返し、SNS 上でも仲睦まじい様子を見せた。佐久間大介の投稿に反響。この投稿にファンからは、豪華、佐久間くん幸せそう、素敵な時間、俺得なメンバー、羨ましいなど、様々な反響が寄せられている。